に人気を博しているのは風の姫君と称された王女と、そのあふれる力、あのわしは無敵だ。はい、おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。こんばんは。はい。あ、行こう。はい、行こう。いいな、こうちゃんなんか。こうちゃんだった。サトシだった、あれ。え？はい、あれ？サトシだった。なんか一人だけおしゃれかましちゃっていいな。あ、リボン付き。かわいいでしょ。これあれでしょ？なんか、なんか7つ集めるとどうのこうのって言ってましたよね。違う。違う。言ってましたよね。違う。あれですよね、ブレフェスの最後のパーンですね、パーンってあって、ちゃんと中にブレフェス、うん、そう、2016っていう書いてあるやつですね、うん、そう、なんかレイアウトとかも去年と変わってるんですよね。そう、これね、うん、ヤスさんが縛ってくれた。へぇ、自慢。あれ、モジャゲは、あ、モジャゲ勢はね、モジャゲ勢はそういう子いないからね。あくまでも仕事終わったら、お疲れ様です。そうだよね、お疲れ様だもんね、モジャゲはね。うわ、固まった。さあ、というわけでね、じゃあじゃあコメントの方をね、見ましょうね。はい、CBB アップ中殺し合う料理対策、これ CBB アップ中に上がるかと思いきや終わった瞬間に上がったって、これどうなんですか。終わった夜に上がったんですけど、これどうなんですか。あれだからギリギリ間に合ったってことですよね。間に合ってねえよ。3時に終わって、これが上がった夜でしょ、これ夜、うん。まあ、惜しかったなぁ。そう、なんかね、上がるかと思ったら、あれ、モジャギがね、うん、あの仙台ブレフェスの、あの、なんだっけ、レポートコンテンツ、ね、レポートをね、優先して、うん、順番間違えたなっていうか、あんなに早く終わると思ってなかったんですよ。終わる。あれって思って、あんた走ってたでしょ。よしよし、今日は走るぞって思ったら、終わってるって思って。ああ。というわけで、うん、まあ、次のね、モジャギのせいです。そうです、次の殺し屋狙って、次さすがに3倍じゃないでしょ。次狙っていきましょう。2倍でも狙っていこう。まあね、まあね、2倍でも美味しいからね。美味しいからね、うん、はい、じゃあ、はい。 I just comment it's the same thing because was the first thing I noticed because I couldn't notice nothing else because I don't know Japanese or Jogoku I'm beingテレポーティーってやろう、ラブラブラ。なんかわからない単語がありますよ、これ。あるの、こんな単語。英語、何これ。 AHHHG 最後3だけど大丈夫。、うん、で、だいたい読むと、いや、全然わからないです。数がわからない。 CUZ ってなんですか。呪いってこと、それともカースですからね。わかんない、謎コメントです。、はい、誰か訳してコメントしといてください。わからない、よくわからないです。じゃあなぜ読んだ。読めるかと思いきや分かってなかったって。はい、殺し屋もやってないからわかんないけど、モジャギは甘いって。おまあね、勝てねえっていうね、なんか強いスフィアの人に勝てないからどうしようは、強いスフィアを持ってる人に対して失礼だと。なるほど、あ、それ勝ちたいから強いスフィアをみんな頑張って手に入れてるわけでっていうね、まあ、そういう考え方もあると思いますよ。ただ、まあ、すごい、ね、その気持ちも分かるんですけど、うん、それはアリーナだったら別に全然いいんですよ、うん、コロシアムはそういう人たちとモジャゲが、要はだから同じ舞台に同じとこにいるのがきついって話だよね。きついと。そう、アリーナのそのコルツとか複数持ってたりする人はその人同士にしか当たらないけど、基本的に、うん、コロシアムはね、定期的にポイントがね、なんか戻るからね。まあね、うん、そこがどうしようっていう、そういう時に何とか勝てないですかっていうね、多分モジャギの質問ですね。何とか勝ちたいんですけどね。まあ、おっしゃる通りね。それは本当わかりますけどね。普段ジョギングしてない人はね、42.195 キロのマラソンオリンピック選手と走らされて勝てなくて文句言うようなもんですよね。次は。なんかね、うまく例えたつもりなのがムカつくよね。まあね。そうだけどさ。モジャギさん、レベル400台は大したことない発言はまずいのではないでしょうか。結局負けてますしみたいな。あの上の方に比べればですよ、まあね、あの本当にトップ10あたりのもう鬼ですからね。そう、あの一回ね、うん、あのゼフと一人だけの人がいて、ほう、おお、めっちゃ優しいじゃんと思ったら、ほう、負けたんですよ、その時。あのログライザーと多分ロストレコードかな、怖いわ。なんかね、一体なのにこっちが全員殴っても死ななくて。
でそいつもう余裕で BB 溜まるし溜まって、はい、ドーンってくらって、そうか、全員ゼクトに集中されるから全員 BB が溜まるっていう、 100% BB が溜まるっていう、はあ、そしてロストレコードが、すごい作戦だな。で高校はちゃんと5人いたっていうね、はいはいはい、わあこいつ作戦やったんかっていう、面白い、そう、優しいと思ったあの感情返してぬか喜び、ほんとね。そうね、そう、このね、やり尽くした廃人、廃人勢が殴り合うならいいと思うけど、うん、まあ、やっぱその上の人たちがだけは別っていうクラスもあってもいいと思うっていう、まあそうですよね、隠れ部屋賛成、そう、上の人が強すぎるっていう問題よね。毎回楽しく見させていただいております。ところで三崎さんには会社に行けば会えますか？どこの会社、多分エイリム会社に行ってですね、うん、パソコン開いて YouTube グレープロ公式チャンネルで検索してですね、画面的には会えるってことですか？はい、会えると思います。ほう、じゃあ毎回、じゃあ毎回会ってますね。どの会社でも会える。そうね、確かに、うん、まあでも結構な確率で怒られるそうかな、そうかな、はい。あとアリーナとコロシアムね、特性強化が無効になったんじゃなかったでしょうか。これはね、アリーナで相手だけが特性が無効になったんですね、うん、コロシアムはガチです。うん、そうですね、うん、同点でこっちが勝つという以外のメリットがないです、味方に対する、うん、自分に。そうだ、うん。あとはそう、勝てなくなったら1個下でやるっていうね。そうですね、マジャケもなんか言ってましたけど、画面を見ないっていうのがね、一番の、確かにストレスをためない方法、本当そうですよ、うん、見ないのが一番、うん、そう、ディセとゼクトのね、レア召喚の時ね、ゼクトがすごすぎてね、ディセ全然ね、かまってあげられませんでしたけど、うん、本当ね、あの出たばっかの時のコメントほど当てにならないことないですよで、クランツ出た時の評価、マグルスでいいじゃんって、クランツなんてどこに使うんだよって言われてて、うん、で、ステイン出た時にあ、もうクランツの上位互換です、クランツ終わったなっていう感じの、そういう流れでしたね、結構みんないてて、はい、今だってステイン見ねえしみたいな、見ないですよね、うん、でもクランツはみんな使ってますよね。そう、ほんとクランツね、すごかったもんね、うん、ほんとね、わかんないよ、まあ、ディセは あれだよね、コロシアム限定っていうのもあるからなかなか分かりにくかったのもありますよね。意外にあれですよね、本当ウィキペディアとか正しいって思われがちですけど、結局だってあのみんなの個人個人の感想の集まりだから、そうですよね、時とともに修正されてきますよね。新発見があればそのガラッと意見がね変わりますからね、うん、だから面白いと、うん、お、はい、その通り、まあ、でも、うん、この回はモザキがぐち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 ね、ね、勝てねえっすよ、え、こっち全然打てねえっす、うん、多分この後の動画でサトシもぐちぐち言ってたよはい、覚えてるからな。いやいやいや、僕はあれですよ、演出です、それも、うん、無駄は本気、うん、はい参考になるはずないだろ、廃人向きだぞ、ただだから、無駄毛がそうなように、その上の人が下に来るから無駄毛がそうなんどうしようっていう、しかも割と言うほどあれ簡単に結構あのラインに来るんですよね。そう、無駄毛みたいにそのイベントだから走ろうって、別にそんななんか何万とか課金して あの位置に行くわけではなく、そうちょっと頑張ればあそこに行っちゃうんですよね。ダイヤ20個ぐらいで行くんですよ、うんうん、でせっかくのね 3倍だから走ろうって思う方、ね、キャンも結構いると思うんですよね。大変だね、大変だね、うん、アリーナ走ればね、逆に考えるんだ、1ヶ月ぐらい早いのかもしれない、うん、はい、そんな感じで、まあ、またね、あのフィーズとかでね変わったりも、ホーリアもこの後に出たりとかね、そうね、いろいろ、まあ、徐々にね変わっていくんでね、うん、大変だね、頑張ろう、頑張ろう、うん、頑張る、はい、というわけで、というわけで、うん、今日は、新キャラが出てまして、マジで待った、あ、そう、前回ね、モザキいなかったからね、あのナレーション言ってもらえなかったんですよね。なんすか、じゃあ、じゃあ、はい、わかりました、はい、時は西暦2016年、幻想進化をするユニットが3種類追加、数々の書物でのその活躍を伝えられている怪盗ゼルナイト、その中でも特に人気を博しているのは風の姫君と称された王女と、その王国で繰り広げられた物語であった。呪いで容姿が醜く変貌した風の姫君ロゼリア、ロザリアゼルナイトに姫君をの救出を依頼した女性騎士フィズ、王国に代々伝わる宝玉を必要に狙う魔導士グレゴールこれまで断片的でしか伝えられていなかったゼルナイトと風の姫君たちとの物語が今明らかになる。
というわけですね、うん、そろそろ辛くなってきた、うんうん、よかったよ、よかったよかったよかったよ、うん、すごくよかったよ。であれですよね、あのこの前新キャラの時にこのなんか見にくく変貌したそうですね、これは見にくいねって言ってあのグレゴールを見ながらみんな見たって言ってた言ってた、三佐崎さんが言うからですよ、うん、本当にいやだって見にくく変貌したって言うたら、そうなんだ言うたらグレゴールでしょ真ん中の子言うたら可愛いですからね真ん中可愛いは分かります。これ見にくく変貌したはちょっとどうなんですか、ちょっともっと美しいってことですよ。そうだそうだ、可愛いけど、そうだそうだ、まあね、女心ってやつですよ。いや、醜く変貌したって言われたらもう左でしょ、左上間違いない。あと順番的にロザリア、あ、そうか、ちゃうね、それは三沢木さんの妄想が爆発しちゃったんだね。いや、だって面白かったなってほんとね。はい、というわけで、はい、いつもはあのレア召喚この場でするんですけど、はいはい、ただ今回はね、あのブレフェス東京の方でね、はい、なんか2、30人の方に弾いてもらうっていう、はいはい、企画をやったと、企画をやったので、はい、まあ、今回はだからもう召喚はせずに紹介だけ、うん、大体揃ってると。で召喚の方の動画はまた後日、これと同時なのか分かんないですけどに、うん、きっと動画が上がると思うので、あっちの方で、どっち、ミサちゃんの方で、いや、え、普通に腰腰、あ、本当に、そうだよ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 、撮ってたんだ、そう、こうちゃんがね、撮ってくる、さすが、うん、楽しみ、はい、ちゃんとね、あのブレーナマファミリーの方にもね、お願いしたので楽しみにしてましょう、期待、はい、というわけで紹介したいんですけど、うん、まあ、みんなに弾いてもらったにもかかわらず、はいはい、あのグレゴールだけ出なかったんで、いいなぁ、むしろグレゴールしか僕出なかったっすおというわけで、うん、まあ、今回は新キャラの方のフィズとロザリアは一旦僕の方で紹介して、グレゴールはまたね、こうちゃんに、こうちゃんにお借りしましょう。最近新キャラが出たらすぐ揃えるって定評のあるこうちゃんに、うんうん、ね、はい、グレこうちゃん、グレコーちゃんね、グレコーちゃん、うん、はい、まずはじゃあロザリア行きますかね、はい、あら、かわいい、かわいい、これ確かに見にくく変貌していたかもしれない、かわいいね、はい、絆って絆以外に読み方ありましたっけ、ん、絆っていう字を絆という以外に読み方あります、巡礼糸番とか、え、何で、何でもない、何でもない、何でもない左と右をね、うん、分けてみた、分解して読んだのね、うん、絆って何だろうね、いいんじゃないですか、もう絆で、絆心、巡礼絆心の何の、敬意、おお、なんかすごい言葉考えるね、うん、はい、ロザリアは、すべてのユニットの防御 HP を 50% アップ、クリティカル無効、炎水木、雷ユニットからの火ダメージを 10% 軽減、火ダメージ BB ゲージを大幅に増加、はい、すごい、うん、最近あれですね、あれ、この4属性からの被ダメージ軽減って、あれフォーリアは違うんでしたっけ、あれ2属性でしたっけ、確か2属性だったかな、いいじゃないですか、これ、じゃあいいっすよ、これめっちゃいいじゃん、ガチガチの耐久、ガチガチの耐久、うん、はいはい、で、エクストラスキルが BB ゲージが半分の時に防御力アップと異常を無効、ターンごとに BB ゲージをかなり増加、すごい、へえ、はいはい、耐久ですね、そしてはい、でこれ久しぶりなのかな、 BB も SBB にも攻撃がないっていう、へ、うん、これ結構、ね、シャルル以来じゃないですか、それかな、下手なことは言わない、うん、うん、いるかもしれない、うん、かもしれない、うん、はい、味方の BB ゲージ超絶増加、すごい電池ね、いいな、ですごい回復、うん、で異常回復、うん、で異常無効、うん、でこれがあの多分初なのかな、2ターンデバフ無効っていう、へ、基本的にここにあるなんかなんちゃら無効って1ターンだけじゃないですか、うん、クリティカル無効とかも、はい、ただね、デバフ無効かっていうのがありますよね、クリティカルとかだったらちょっとね嬉しかったかなという感じはしますが、はいはい、十分すぎるほどガッチガチ、うん、SBB にも電池はあり、敵に対するデバフをかけて、うん、このスパークダメージを超絶アップ、おちなみにこれ誰よりも多いっす、今までのシャルルの時も、ね、シャルルの時もそうだったんですけど、ね、同じように誰よりもすごく上げる、うん、で攻撃 BB の威力はアップ、うん、本当なんかねシャルルの幻想進化って感じですよね、良かったです、なんか攻撃なくて、僕攻撃やったら間違いなく、うん、なんでさらわれたって突っ込んだと思うんですよ、うん、まあ、そもそも幻想してるし、まあね、うん、で、はいはい、UBB だと確率で1回だけ戦闘負の体力効果は付与、お、うん、
あれ高確率じゃないんだ。もしかしたら確率ちょっと低いタイプのものかもしれない。わからないですよ、うん、なんかシャルルの時もそうでしたけど、フロンティアゲートとかある、うん、あれじゃない、フロンティアハンターとかで大活躍しそうじゃないですか。どうなんでしょうね。なんか最近なんか一説によると攻撃ないやつはもう使ってられないみたいな、うん、そうなんですか。わかんないけど、全然上の人シークレットだからさ、パーティー全然わかんないけど、とんでもない数字出してるもんね最近、うんうん、で、3ターンヒラメージを4分の1で攻撃威力を超絶アップ、ヒラメージ BB 増加。おお、なかなか、うん、これ4分の1にしながらこのリレイズ、はい、あのなんかね、高橋ピーがね、強化的な言ってましたからね、言い方するとね、そう、ボーゲームは教科書だってね、 F なんちゃらは教科書って言ってましたからね、うん、ファイナルとドラゴンは教科書だって言ってましたからね、言ってましたからね。、うん、あでもリジェネって言葉はもう便利すぎますもん。なんかもう、うん、はい、今まで聞いても何の違和感もなかったですからね、うん、普通に言ってるもん、疑問に思ったことすらなかった、うんうん、はい、そんな感じ、はい、まあなかなかね、このリレイズとひらめ4分の1が同時になるのは使えそう。 BB ゲージも溜まるし、うんうん、で特性強化、まあ、防御 HP 20% アップ、ヒラメージ BB とか、これいいんですよね、これあのクランザー持ってるけど、はい、うん、でこのリーダースキルの炎水木雷属、属性ダメージを軽減を強化、うん、これねいいですよね、うん、これね 10% 軽減だったのが、まあ、何パーとは言わないんですけど、はい、1000が900になるところを、まあ、昔の消費税ぐらい増えますかね。あ、うん、昔 どのぐらい昔だ、ね、そうですね、いつの時点かにもよりますけどね、うん、というね、曖昧さでね、ごまかそうかなっていう、はい、で、SBB、UBB の攻撃 BB 威力をアップを強化、いいですね、うん、火力も上げれるけど、でも攻撃 BB はねちょっとあの恩恵が少ないですよね、うん、あのリゼとかはこれ上げても意味ないですからね、あの上限いっちゃうんで、はい、なるほど、はい、で、これはちょっとおすすめなのかな、この電池を強化、これいいですよね、うん、いいですね。でクリ率クリダメアップ、あらこれなかなかポイントも、クリダメアップはちょっとなんなら捨てれるけど、うん、クリ率アップが20ポイントっていうのは結構おいしいですね。最初にだってロザリア打ったらスパークもクリーンいつも乗るってことですよね、うん、そう乗る、うん、でヒダメージに BB ゲージがかなりぞ、これね、これあったらもう完璧ですよね、電池もあるしヒダメ BB もあるっていう、そうですね、うん、素晴らしい。で攻撃時に HP を回復、これちょっとタイミングがわからないですけど、なかなかいいですね、本当回復もできて、でヒダメージに HP 回復、アリス的な、はい、確か本当なんか、ね、火力も上げれるし BB も上げれるし回復もできるし、なんか、うん、久しぶりに分かりやすいです、ね、うん、本当ガッチガチ、ちょっと多分特性が悩ましい、悩ましいですね、いろいろできるんで SP が足りない、うんうん、まあ、多分行く場所によるのかなっていう、うん、はい、そんな感じで、フィズですよ、フィズなんとね、あの Facebook でいつも、うん、あのエイリブさんが幻想進化姿を、はいはいはい、見せてくれるんですけど、フィズだけがその幻想進化の絵がなくて、なぜかフィズだけが星7のイラストで、うん、この状態、うん、で紹介されていて、まあ、何でだろうと思ったら、はい、なんと幻想進化するとまさか、はあ、この姫君の守なんかけなんな何守護者守護なんていうの、うん、護衛、はい、だった人がそっくりだね、怪盗になるって言うん、これあれですか、ゼルナイトの幻想進化ってことですか。いや、姫さん守ってた人が幻想になると怪盗になるって、うん、はい、ああ女体か。で、なんかでもなんか通称ゼルナイコ。コ。ゼルナイコ。もしくはゼルコ。ゼルコ。うん。ゼルナイコいいですね。でもゼルナイコをよく考えると、うん、ゼルがナイコに見る。うん。すげえ貧乏に聞こえるから注意ね、そこ。ああ、なるほど。うん。ゼルナイトはまだお金がないとみたいな感じ。そうですね、うん。ゼルナイコはちょっと言えなき声になるから。ちょっと悲しくなるね、同情したくなるね、そう、うん、面白いですね、はい、そして能力の方がなんとね、能力の方がね、はい、全然怪盗っぽいのがないっていうね、へえ、そこにちょっと若干の苦情がいってるっていう、はいはい、クレームが一説によるとあるとかないとか、うん、ここでも受け付けます。攻撃 HP 50% アップ、 BB ゲージが半分以上の日に攻撃力を攻撃防御をアップ、確率で通常攻撃を全体化、で通常攻撃時に BB ゲージを超絶増加、
出た。え、これなんかに使えるぞ。はい、さようならミゼルカ。さようならミゼルカ。ミゼルカ。ちなみに、ミゼルカには通常はヒット数を上げるんですけど、うん、ヒット数上がると、はい、一個一個の攻撃力が下がるんですよ。下がりますね。はいはいはい。で、その一発でワンパンで仕留めきれなくなって相手のコルツとかが発動しちゃうみたいな。ありますね。からの大逆転があるんですけど、はい、これの場合はその通常攻撃ヒット数はないけど全体化がある。さらに通常攻撃の全体化の確率がミゼルカより高い。おお、いいじゃないですか。で、まあそのアリになって BB 半分溜まってるんで、この半分以上と言いますが乗ると最初から。めっちゃいいじゃないですか。で、その先行1ターン殴ったらBB ゲージが超絶増加する。完全だね。フィーズ祭り始まりますね、うん、若干始まってる感ありますよね。もう多分結構いる、うん、持ってないですよ頑張って。で、ヒラメージが一定を超えることに2ターンオーバードライブゲージの増加で3ターン攻撃防御アップ。はあ、うん、3ターンってすごいね。すごい。そうですね、もうずっと上がってないのこれ、うん、すぐ溜まるからね。もう1人の大回答ね、オーバードライブゲージを盗むってことですかね。なのかな。かな。そして、セイリエントグリップ。はあ。雷特性ダメージ17連と3ターンオーバードライブゲージ増加量をかなりアップ。通常攻撃ヒット数を増加。通常攻撃を全体化。BC 獲得時の増加量を大幅にアップ。まあ、BC 獲得時の大幅にアップだけがちょっとゼルナイトなのかなっていう。ん、何気に初めてじゃないですか。全体化を確実なものにしてヒット数をアップするって。いや、ソレイユとかもそうですね。そうか、さすがソルユーマスター、うん、っていうのをとっさに出すと実は違ったりするから怖い、ねねはいはい、そして疾風怒涛。塔の字使い方うまいな、ね、なんでこれが出てこなかったんですかね、うん、僕らが考えた時に ね、はい、でこれね、オーバードライブの電池も入ってるっていうね。でしかも増加量もアップって、これ同時にできるのすごいんですよね。でヒット数増加の全体化、これねいいんですよね。ここオーバードライブ、本当ね、このオーバードライブの電池が使いたいがために連覚を4台揃えたんですけど、うん、なんとオーバードライブの電池の量が連覚より多いっていうね。へえ、何、もう連覚いいっていう。あ、じゃあアリコロだけじゃなくて、そうそうそう、だから普通にだからフィーズ3体が欲しいんですよ。3、4体欲しいんですよ個人的には。へえ、無限 UBB が打てるんですよね、これで。へぇー、フィズは本当あっちこっち行ける。そんな溜まるんだ。連覚でも上がるんですごくいい、うん、そういうことか。で、黄昏を貫く光かっこいいですね、相変わらず。なんか最近でも黄昏って多くないですか、わかんないけどなんかちょっと前も言った気がするけど、黄昏よりなお、まあ、秋口ですからね。まあそうだね、うん、そろそろそういう気持ちになるんじゃないですか。すげえな、これ味方全体に5ターン抱負をアップ5ターン。5ターン、これはずじゃないですか、さすがに。うわ、見過ごしてた。5ターン攻防アップのオーバードライブ増加量超絶アップの通路に全体化。つまりあれじゃないですか、さっき三崎さんが言ってたみたいな、ずっと UBB の効果つけてくださいよっていうことなんですか。ね、でもまあ4分とかがないとこれだけを打つわけにはいかないですけどね。さすがにそこまでわがままさせないみたいな、ね、いや、すごいですね。はいはいはい。で、まあ、攻撃回復をアップと防御 HP アップで、スパークダメージ 50% アップで、ヒット数増加で、オーバードライブゲージ増加量アップ、うん、で、これ全体化の効果のダメージの増加っていう。へー、その、はいはい、ヒット数増加と同じように全体化発動した時も攻撃力が下がるんですけど、うん、下がる量が減る。なるほど。全く下がらないわけではないけど、下がる量が減る。なんだ、めっちゃ強いじゃないですかフィズ。そうだよで、この特性で、うん、これつけれちゃう。あるの？あのセレナのレクシーダのあれつけれちゃう。これあるの？もうアリコロだねっていう。これ上と下でちょうど100だね。そうなんですよ。はあ。で、そういう使い方もあるんですけど、うん、クリリスクリダメアップもつけれて、で、まあ、この BGH シテンスアップもつけれまして、ヒット数増加のダメージを上げるっていう。どうなんですかこれ、三船復活ですか、殺しちゃうの？そこまではいかない。どうでしょうね、ちょっとわからない、まあ、おのおのの火力による貫けるんだったらできる、うん、で OD オーバードライブゲージ増加量をアップを強化、うん、ほんとね、素晴らしい。だから3体4体欲しいんですね。
いろんなバージョンのフィズ。そうですね、それもありますね。欲しい。ほんとね、素晴らしいんですよ。ちょっと今回あれですね、どっちも当たり感ありますね、はい、女性陣。見た目的に。そうですね。だってロザリアがどこでも生きるわけではないですけど。まあせっかくなんで、現在のアリーナでも見ますか。はいはい。一応多分 ランキングは多分ね、さすがに隠す必要ないですよね。うん、総合、はい、総合ランキング事情。出た。フィズ。4位ちょっとあれ、4位ネタ走ってるけど。どうしたんですか。フィズ。おお。で、フィズが多分、まあ、持ってないですね。まあ多分半分ぐらいがフィズに変わったのかなぐらい。なんでゼルナイトの人がいるんですか。ん？この上位陣で。ゼルナイトはいた、あ、いるね。シャレじゃないですか。結構いましたよ、下の方にも。あ、ちょっと上にも今いたし。あ、いますね。なんですかね。まあそういう人もいるんじゃないですかね。うん、あ、不思議だ。さあではいきますか。お、まあフィズ、ミフネ4が多分一番流行ってる。なんか上の人はなんかね、あのイズナを使ってるんですけどね。そうなんですか。なんかログライダーつけたイズナが結構いるんですよ。あ、まあせっかくなんでデータ当たり前のようにレベル9や99いきますか。さあファイセ、ファイディセいますね。ファイドーンドーンファイドーン。このディセ強くないですか。あれログライダーですよ。ああそういうことか。すごいですね、みんな全体化したしました。結構しましたよね。結構しましたよね。ドーンドーンドーンってね、ドーンドーンドーンって気持ちよかったですね。じゃあもう一回フィズ行きましょう。はい、さあさあ、やっぱね、イズナにね、ファイトログライダーですね。あれ、リーダースキン無効意味ない。あ、すげえな。リーダースキン無効だから、これはフィズの効果ではないけど、あのたまたまミクネの全体化が発動しました、うん、そうですね。といった感じのね、もうアリーナはしばらくこれですかね。へー、フィズ2分で4なのかな。あ、いいですね、うん、はい、というわけで、あ、図鑑見ますか。そうですね。ん？あ、ずっとマナーモードでしたけどさ。何やってんすか。今年あれですか、おとなしバトル中おとなし。今までの紹介画面は多分それとなく、多分ね、あのランドールのね、あれが、あのみんなブレイクの大好きがね、名曲ランドール。アリーナどうする、な、何流そうか。名曲ランドール。アリーナ香り、カメになる。見れるかな、まともに。流しとこうか。それだ、それにしよう。流しとこう。それにしよう。というわけで、なんで流れてたかというと、そういうことです。はい。はい、うん、そして、はい、じゃあね、ユニット図鑑をね、見ようねって話なんですよね。はい、はい、はい。それを待ってたんですよ。ロザリア、はい、風の姫君と称されたある小国の王女。うん、亡き父に代わって国を治め、代々伝わる宝玉を守った彼女は、それを狙う魔道士に襲われ、あ、それがグレゴール、うん、あー、迷いところを読みながら理解した。ある怪盗に救われる、うん、その後魔道士はテゼを率いて、王国を吸収、彼女は宝玉に秘められた力により魔道士を倒すことに成功する。だがその代償により、その要望は呪いで醜く変貌してしまう。以降王女は人前に姿を現すことはなかったという。なるほど。さらわれて呪われたわけではなくて、うん、ちゃんと撃退して、うん、やっぱその代償として強いですね。やっぱ強いですね、うん、王女強いですね。で、まあ、もちろん幻想進化のお話だと、その後の王女と王国の歴史を詳しく記した資料は残念ながら発見されていない。だが一説では彼女は元の美しい姿で再び国民の前に現れたと言われている。ゼルナイトの活躍を伝える多くの書物でも、彼が王女の呪いを盗んだと記されている。もしそれが本当ならば、王女はゼルナイトと交わした言葉を胸に刻み、守るべき本当の宝を知る統治者として再び王国を平和に導いたであろう。何ですかこの交わした言葉っていうのは。どうなんでしょうね。なんすか、あなたの心ですみたいな、そんな感じです。そうそう、なんか王女の呪いを盗んだっていうのがなんか心を盗んだ的な感じですよね。本当。へえ。なんか、話なのかな。なんとか三世のなんとかの 城のね、名言ですね。うん。はあ、なるほどね。で、フィズ、はい、風の姫君を護衛した女性騎士団レディウィングの若き騎士、王女に心を許され、配下の中でも特に近くに仕えた、うん、王国に伝わる宝玉を狙う魔道士が王女をさらった際も
いや、さらったはさらったんですね、やっぱり、ね、さらってさらって撃退したんですね、うん、そしたら呪われたって呪われたあら、まあ、さらった際も決して彼女のことを諦めなかった。ある怪盗に王女の奪還を依頼したのは彼女だとも言われている。王女が呪いによりその要望を大きく変貌させて人前から姿を消した後も彼女のことを陰ながら支え続けたという。これは何なんですか。僕の中で謎が深まったんですけど、うん、王結局王女は、うん、ゼルナイトにグレゴールの元から救われたのか、うん、自分で倒して自分で帰ったのか、うん、どっちなんですかね。ねえ、なんか自分で倒したのかゼルナイトも姫君助けたって書いてあるし、書いてありましたよね。王女も倒したって書いてあるし、倒したって書いてあるし、まあ、2人で頑張って倒したんだ。あ、なるほど。そうやって歴史っていうのはね、うん、あの事実とあれが入れ替わっていくんじゃないですか。あれ、そういうことじゃない。で、幻想するとはい、幻想するとはいはい、幻想すると彼女は問題のね、王女と幾度となく救ったゼルナイトに対し感謝の念を抱いていた。同時に颯爽とした彼の生き方に彼の生き様にもわずかながら憧れを感じていたとも言われている。あ、うん、もし彼女が王女に仕える騎士とは別の生き方を選んでいたらゼルナイトの後を追いかけていたかもしれない、うん、そうなればゼルナイト以上に虚実入り混じった女性怪盗の物語が後世の人々によって数多く生み出されていたことであろう、うん、このね、ジュエルゴーストが投げてるのめっちゃ可愛い。えいって、じゃああれですね、王女にもフィズにもゼルナイトは疲れてたってことですね。にもかかわらず、にもかかわらず振ってどっか行ったと、うん、なんちゃら賛成だね間違いない。でね、フィズはね、あの本当こう、これめっちゃ可愛い、こいつ、こいつめっちゃ可愛い、こいつめっちゃ可愛い、あ、そっち、上に乗ってるやつ、俺めっちゃ可愛い、上に乗ってるやつ可愛いっすね。でちゃんとね、あの、あっちとは違うんでね、あのなんか額に傷があるやつある男の額じゃないか、顔か、はい、顔がある、顔に傷があるジュエルゴーストではなく、ちゃんとこっち女っていう、可愛いっすね、メスなのかな、へぇー、いいっすよね、ゼルナイコね、ゼルナイコゼルコ、ゼルコって、うん、いいですね、本当元気に暴れ回ってるんですね、女怪盗フィズ。これは女性パーティーがまたはがどりますよね、これはね、うん、じゃあ今日の新ユニットはこんなところですかね。そうですね、うん、まあ女子2人ということでね。あれちょっと待って、んあれグレコーちゃん、うん、グレコーちゃん、グレコーちゃんが、あ、闇属性のやつです。コーちゃんが闇落ちしたやつとかですね、うん、あ、なるほどね、うんコウちゃん闇をするとあんな顔になるというわけでした。違う違う違う、うん、言いましょうか。じゃあコウ、ね、ちゃんに見せてもらいましょう。はい、というわけでこちらがグレコウちゃん。出た、グレコウちゃん。グレコウちゃんムキムキだね。あれ、キムキ、リアルにコウちゃんに似てないね。えウサギ3兄弟の中で実は一番筋肉あるのコウちゃんですよ。そう、ムキムキなんですね。誰も腕相撲勝てない、勝てない。で、なんでお姫様されたんですか。可愛かった。あー変態の発言来ましたね。出たね、うん、ニュースに載るね。もっとね、世界を破滅に導いてやるとか、なんかそういうね、うん、系統かと思いきや、うん、はい、で、こうちゃんの能力は、はい、攻撃 HP 50% アップ、クリーンダメージアップ、全属性の弱点ダメージアップ、確率ヒアメージの 25% を反射。はぁ、火力だね、全部、ね、全部火力だね、前向きだ、うん、前向きだっつってコウちゃん前向きだね、うん、前向きだ。コウちゃんちょっとな、うん、後ろの2文字読んで、自分のリーダースキルでしょ。なんか兜、多分強石ですね。強石か、多分強石です。どういう意味なの。かっこいい。はい、は かわいいとかっこいいしか言ってないぞコウちゃんの語彙力に疑問が、うん、ね、うん、大きな疑問符が来始めてますけど、ね、はい、エクストラスキルが弱点ダメージアップ、ダメージを与えるごとに次のターン確率、あ、デバフね、なるほどね、はい、はあ、いいっすね。で、マグスアルジーシア、名前っぽいよね。ちょっとこうちゃん、マグスアルジーシアってかっこよく言ってみてください、うん、マグスアルジーシア、かっこいい。あれ、そういう人、そういう人いそうだけど、うん、で、闇属性ダメージと確率でデバフ、
これあれだね、自分だけで結構確率が高くていっぱい下げるやつで、3ターンクリリーズアップの振りダメアップ。おで SBB だと、デバフとクリリーズアップ振りダメアップと弱性ダメージアップ。うーん、これはまあ使い分けではなく SBB が BB のすごい番って感じかな。今回の新キャラ多分全員クリーズクリダメアップがあるのかな。ああ、そっか、特性を含めれば、特性を含めれば。なるほどね。アルトホビア、攻撃防御を超絶低下してクリダメアップして全属性の弱点ダメージを超絶アップ。どうなんだろうなこれ、試してみないと分かんないですね。うん、結構こういう火力寄りのやつはね、フロンティアハンターか、うん、ハンターとかでどうなのかなと思うけど、うん、なかなか多分試さないことには分からないですね。相手下げるんだったらね、衝撃で、うん、もしかしたらいいかもしれない。どうなんでしょうね、どうなんでしょうね。なかなか、ただ特性もありますからね、うん、まあね、攻撃 50% 防御 50% はぁと、クリダメアップ自分のねと、攻撃に炎属性付与。へぇ、なんでここだけ炎属性をつけたんですか。炎だけなんです。ほう、なんで炎だけでしたの。炎、なんで炎にしたの。なんでデルナイトが貴属性なの。おお、思った以上にまともな答えが返ってきた。なるほどね、対デルナイト戦ってことね。それ姫君も貴属性ですからね。そうだね。ああ、ぽい。あれ姫君はあのロザリアが貴属性。あ、そういうことか、そういうことか、はい、そうか。はあ、なるほど。へ、それは確かにそうだわ。なるほどね、たまにはいいこと言うね。で、うん、すごい追撃を追加。ちょっとカロンと被るところがあってどっちなのかなっていう。うーん、で、攻防低下の発生率を強化、いいっすね。で、クリダメアップを強化と弱性毒性ダメージをアップを強化。へー、クリダメアップひょっとしたら今までのクリダメアップより多くなるかも、ね、これ多くなりそうですね、これ、うん、特性で増やすのは多分あんまなかったんで、ほう、なかなかの火力特化ですね実は、うん。さあ、そしてはい、はい、グランガイアのある王国に伝わる宝玉を狙ったとされる魔導士。宝玉を得るためには手段を選ばず自らの手下を使い、その国の王女の誘拐を企てたことすらあった。ほら、可愛いが理由じゃないじゃん、うん、その企ては、うん、王国の女騎士から依頼を受けた怪盗によって阻まれるが、その後自ら軍勢を率いて王国を吸収、その闇の威力により王国を崩壊寸前まで追い込むが、宝玉の力を宿した王女によって滅ぼされたと伝えられている、なるほど、謎が1個解けましたねこれで。なるほどね、最初さらわれ、うん、ゼルナイトが救い、うん、この野郎ってまたグレゴールが言って、うん、そしたら王女に返り討ちにあったと、うん、なるほど、なるほどですね。そして幻想だと、うん、はいはい、王国に伝わる宝玉を執拗に狙った彼だが、それだけに宝玉に秘められた力については深く研究を進めていた。わずかに残された彼の研究資料によると、宝玉に宿る力は所有者を魔人化させるものだと記されている。もし彼が宝玉を手に入れていたのならば、自ら望んで魔人となり、その力を思うがまま行使したであろう、はあ、そうなれば彼はグランガイア全土を恐怖に陥れる存在になったかもしれないと。ほう、ああ、それでこんな変容した。もうかっこいいですよね、幻想進化後こ う,、うん、こういうフォルム好きですよ、結構ね、はい、はあ、なんか、うん、グレゴールの持ってるこれ杖ですかね、うん、なんかドン・オッティが持ってるやつにすごい似てるなと思って、うん、なんでもない、じゃあちょっと最後にグレコーちゃんのセリフ、うん、コーちゃんセリフ。わしの研究は正しかったようだな、クククこの溢れる力、今のわしは無敵だということでね、危機迫る感じがありましたけど ね, ねドキドキした、はい、ねえ、面白かったね、怖かった、怖かったね、怖かったクククククやねはい、というわけでね、はい、今日はちょっとね、召喚の方が別動画ということもあってね、ゆっくり取りかけましたけど、うん、はい、そんな3キャラでした。はい、はい、じゃあ次なる、ね、既存幻想進化に期待して今日はバイバイしましょうかね。そうですね、はい、次はセルハとクエド、クエド楽しみ、ご期待。はい、ではご視聴ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひぜひお願いします。ぜひぜひ。
登録してください。はい、はい、コメントの方もね、はい、どしどし募集してますんで待ってますよ。はい、モザキが何でも拾います、触れていきます、積極的に。みささきさんとね、はいはい、というわけでね、はい、何ですか、終わりです。またねー、バイバイ。